から夕飯にするよ。まだお兄ちゃん帰ってきてないよ。どうせ友達のとこいるよ。早くおいで、冷めるよ。わかった。ただいま。もうあんたが言うこと聞かないからこうなるのよ。ゆみ、聞いてる？ごめん、ぼっとしてた。もう今日の夜オムライス食べに行こうって言ったんだけど。今日か。今日やっと食べ行くから無理だな。そっか。ゆみってほんと仲いいね。そんなことないよ。怒ると怖いし。うちもだよ。あやってじゃない？そうだよね。そうなのかな。